はいどうも小橋です。いやびっくりですね。ミンゴルチャレンジびっくりですね。運が99までね上げられるっていうところはね、頑張れば頑張るほど上げられるっていうところは前回までお伝えしましたが、その後まさかまさかコイン変換があるなんてね、いやーすごい。本当時間をかければかけるほど報われる。うん、今まで時間かけてきた方がさらに時間をかけると報われる素敵なイベントですね。まあ時間もお金もかけない小橋はちょっと関係のないあれなので、いつも通り先週の順位を発表していきます。さあ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 、なんとらしいぞ雨、フレンドさんの1位が21アンダー、素晴らしいですね。マナミンさん、同じく21アンダー、ジーク、タミクさん、さあ20アンダー、短期大学、単が違う気が。しかも絶対短期とかけ離れた性格のお持ちのレフトさんですね。で、ヨハネス・ブラームスさん。で、19アンダー、コウイチさん、サトシさん、エンゾウさん、時すでにお寿司のエンゾウさんですね。モモさん、ポンコツ隊長さん、おー、タカ・ジューレンさん、タクミン・ヨルカイのジュン、ヤカイ・ジュンさん、DJ ・イオさん、ムクさん、おー、アンドーナツさん、ビビさん、抜けサクさん、ニシアンさん、ここら辺ゾロ目惜しいですね。モゲーストバスターズさん、カラー18アンダーですね。黒猫さん、HYO さん、リオンリオンさん、ワチアンさん、ランスさん、エグゼさん、ピッコロ大魔王さん、マタシさん、EJ ライトさん、ショコさん、ニガウリさん、アーチンさん、リリリンさん、リホさん、TK タカさん、そして私ですね。18アンダーがね、ボリュームゾーンでしたね。ワンチップを3回ですね。シノンさん、もう3回どころじゃないですね。15回ぐらいワンチップ出しましたね。2チップは出せずっていう感じで。山崎さん、カズさん、アプリンさん、モグモグさん、クンクン Z さん、クンクン Z カッコカリさん、ナバーロさん、オーカさん、ナンナンジャーさん、ゲゲノスケさん、ワイハーウッツヤンパーセントさん、ヒビノコホーさん、コクリュウさん、ナユタさん、ファミリアさん、立花ウキョウさん、KK さんですね。さあ、17アンダー、キョウさん、アップストーンさん、さん、ミッキーさん、まあですね。さあ、16アンダー、マッスーさん、サケさん、サイボーグ中之島さん、カジコさん、お、麦さん、クリさん、アッホさん、トミーさん、ニャニャさん、までですかね。ワンチップ出してどうなんですかね。ワンチップ出すと3000円切れたのか、ワンチップでもポイント次第でっていうところだったのかっていう感じですかね。はい。さあ、じゃあ、今週行きましょう。今週ワンチップすでに出しています。ちょっと待って、ラントナ用のウェアですね。はい。さあ、今週はね、まあ、グラッショセットになってから、まあまあまあ、調子はいいんですけど、グラッショが一番いいのかなっていうのが、すごい思いますね。ここね、386で、やってますので、386が一番、せっかく今ブレがあってそうだったのに、もったいない今の。ねえ、ブレで。ピンに合わせる作業がね。いいかな、まっすぐなってるかな。さあ、
これね、最初はね、新年豪快でもね、やってました。まあ、新年豪快の方がね、こうね、ジャストインしやすいっていうのもあるんですけど、なんで、まあ、新年豪快でも全然問題ないと思いますね。はい。で、386で低反発の場合ね、がマックス打ちをしちゃってます。これ381だとどうなんですかね。ちょっと足んないんですかね。まあ、新年豪快系がある方は新年豪快系がおすすめなのかなと思いますね。うわ、ジャストイン失敗。そこじゃまるで意味がない。まるで意味がない、これは。まあ、ここでね、ブレを合わせて、ね、こう。99% だとね、結構ね、ピンそばなんですよね。あの、縦が。っていうのを測るっていうのも、でも、マックス打ちしちゃってます、ね。マックス打ちで普通に打ってもね、2ヤードぐらいオーバーで済むんでね。いや、これはひどいな、しかし。よーし。なんとか。さ、右ブレだっていうのは分かったんですけどね。これね、ブレ正確に分かれば、ここで正確に分かれば3ホール目がね、割と楽ですからね。はい、では次のホールですね。今ね、本当はね、セカンドのブレも分かるとよかったんだけどね、ちょっとライン的にも読みにくかったかな。なんだ、なか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 チップじゃない、あのジャストインが今これでもやっぱだいぶ右にブレてるかな。さあ、多分ね、セカンド左ブレなんじゃないかなって思うんで、ちょっと多めに。この距離感が難しいんですよね。うわー、全然だ。右ブレだったか。いや、下手なプレーをお見せしております。ひどい。今週、あ、一回だけ理論値外しあったかな。うん。ただ、余裕。まあ、なんか皆さん苦戦しているようなので、いけるかな。さあ、ちょっとね。なかなか皆さんホールアウトされないでね。いやー、今日からヤクルト阪神神宮決戦、ヤクルトが3立てすれば阪神と 0.5 ゲーム差ですからね。うんうん、いやー、気合が入りますね。頑張りましょうね。はい。で、ここね、はい、こんな感じです。だからね、ブレさえ分かってれば、ほんと、ブレがなんで分かんない状態なんだっていう感じですけどね。結構ブレって、まあ、4ヤードとか、4タップ分とかにしときますかね。で、まあ、チップ狙うなら、低反発かなって思いますね。99% ですかね、若干強めに。いやー、5タップ分か、マックスブレか、これ。ねえ。あー、しかも強すぎた。100% やん。え？まあ、こういうこともありーのっていうところで。で、まあ、ポイント稼ぎの0.3。よいしょ。はい。お疲れ様でした。うん。まあまあまあ、今週はね、もうね、この3ホールの中の2チップ、合計の4チップ出しているフレンドさんもね、
いるんでね、さすがだなっていうところなんですけどね。まあ、まあまあ皆さん、最初でブレハ買って、ここでホールインワンっていう形のチップは、1回、2回、3回目指して、皆さんやっていただければなっていうふうに思います。はい。まあ、小橋の最後、チップをお見せしようと思いますね。これか。最初のね、映像ちょろっと見てもらえばと思うんですが、結構ブレはあったのかな。で、ちょっとずらして、で、99% 強めに打って、まさかな、そのままスポン。あの、もうちょいパワーあったら、あのね、ピンの上に乗っかってしまってね、収集つかないことになるところだったっていう感じですけどね。はい、そういう感じでした。また、詳しく載せます。以上、小橋でした。